炭鉱ビルジング炭鉱社は、京都府京都市北区にある出版社。主に佐藤関係、京都関係の書籍を出版している。佐藤浦仙家14世炭丹祭家元の次男、なや義春が同志社大学卒業の翌年、浦、仙家の帰還し、炭鉱を刊行する出版社として設立した。現在は、長男、なや義人が経営に当たっている。社名は、創志の、 君子の講和は若水に由来している。法年院での修行歴のある僧侶で、公文堂などに勤務していた編集者でもあった、薄い史郎を引き入れてから、茶道を軸とした伝統文化など様々な分野の書籍、雑誌を刊行。とりわけ、京都の観光と文化に関するものが多い。記念事業として50周年に、茶道学大系統を刊行し、その後60周年に、茶道大辞典。 65周年に、茶花大辞典のそれぞれ審判を刊行している。また、1988年に、原色茶花大辞典で、毎日出版文化賞特別賞、2001年に、仏像彫刻、鑑賞と彫り方、で、第35回造本想定コンクール展門部、科学大臣賞、2008年には、マルレーネ・デュマス・ブロークン・ホワイト展で、 西洋美術振興財団賞文化振興賞と佐藤会にとどまらない評価も受けている。佐藤の家元、裏千家とつながりが深い出版社であり、創立以来裏千家の機関紙である炭鉱を刊行しており、主要株主かつ役員として千原室が加わっている。この他、名込み、炭鉱テキストの漁師を刊行している。佐藤賞以外の分野では、美術工芸、 歴史文化、旅ガイド、料理、趣味生活や、京都大辞典、京都検定公式テキストブックをはじめとする、京都関連書籍などの書籍を発行している。文芸書も出しており、近藤公の直木賞受賞作、お銀様の版元だった。日本語以外の言語による書籍も扱っている。出版以外にも、茶室等の建築、茶道具などの販売も手掛けている。 京都本社の1階は書籍を販売しているフロアと茶道具関係を販売しているフロアがある。ありがとうございます。